前回の父と子キャンプは2023年5月4日東京は雨、しかし関越道の空は晴れ渡り、目的地の長野県八千穂高原は快晴。鶴屋の悪魔のチョコパンを頬張りながらたどり着いたのは今回の目的地、駒出池キャンプ場。場内を進み選んだのはもちろんあのお方と同じサイトです。絶対ここですね。車の横付けはできないフリーサイト、第3駐車場からバックパックで荷物を運び入れます。池のほとりに設営したのはこの日のテント、ラーテルワークスのバルライト。設営を済ませ焚き火の準備をして、ビールは会長に4本ほど飲ませていただいたところからの後編動画となります。改めましてこんにちは、父と子キャンプの山健です。人生2回目のソロキャンプに選んだ駒出池キャンプ場、池のほとりのフリーサイト人気だと思いますが、僕のサイトの反対側来てみました。こちらには自販機があり、駐車場との距離も近め、ゴミ捨て場もあって炊事場も近く、便利さで言うと圧倒的にこちら側がおすすめです。僕のサイトを見るとこんな感じです。この日は我々の2針だけだったので、お互いがお互いの目に映る景色を作っていると思うと、なんだか協力し合いながらこの日のキャンプの風景を作り上げているような、そんな気分になりました。ついでにこちら側のトイレチェックしてみます。ウォシュレットついている個室ありましたが、僕がいる側のトイレにはありませんでした。なかなか綺麗でした。そしてトイレよりも綺麗だったのがこちらのシャワールーム。洗濯乾燥機もあるので連泊も可能だと思います。近くに温泉もあるのですが、コインシャワーとっても清潔で、脱衣所も広く、しかもドライヤーまでついていました。サイトに戻って炎を復活させようと思います。ソロの時トイレなどサイトを離れている場合、皆さん焚き火どうしていらっしゃいますか？僕は置き火にしておいたんですが、近くに火を見ていてもらうようにお願いできる方はいなかったので、ちょっと心配でした。もちろん燃えやすいものを置かないとか、風があるなら消火するとか、そもそも短時間で済ますとか、気をつける方法あると思うんですが、少し難しい問題に感じました。小さくなった焚き火を育てるために小割り作っていきます。このフェデカの炭造バトニングナタ、針葉樹はもちろん広葉樹も節のあるものでなければこのように割ることができます。コンパクトでとても便利でおすすめです。この時が夜7時過ぎ、あたりはだんだんと暗くなってきて、気温も冷えてきました。風も穏やかで、池に映る景色がとても美しい夜。お向かいのサイトから立ち上る薪ストーブが吐き出す白い煙まで、駒出池はくっきりと映し出していました。この日僕を温めてくれるのはこの焚き火だけ。ストーブは持ってきていません。吐く息は白い。暖かな光に照らされながら夜ご飯の準備をしていきます。まずはお米の浸水から。昼に米をクッカーに入れたままになっていました。そして久しぶりに持ってきたのがこのホットサンドメーカー。最近ホットサンド作るとき 4W1H ばかり使っていましたが、今回こちらを調理に使おうと思って持ってきました。キャンプを始めたばかりの頃、リロ氏のソロキャンレシピの本を購入して、絶望的に頭の悪い料理作ってみたかったんです。でも子連れだとさすがに栄養的に避けたいメニューが多かったので、この日はいろいろ作ってみようと思い持ってきました。ビールは5本目で終了。これもやってみたかった、カミカミさんが薪で缶を潰すやつ。次は遠藤酒造の渓流朝搾り。低温熟成によりアルコール度数 20% まで高めたものです。光を遮るために巻かれた新聞紙、よく見てみると地元信州のものでした。これを見るだけでも旅行気分味わえて、なんだかテンション上がってしまいます。味わいの方も程よい甘さで食事によく合いました。いや、これめっちゃ美味しかったんです。ただ飲みやすい日本酒ってちょっと危険ですよね。おお、いそうじゃん。うま。
これは美味しいに決まってる。あ、うまい。これはメカジキをバターソテーしたものです。リロシとは関係ありません。鶴屋で美味しそうだったので購入してみたんですが、めちゃくちゃシンプルな料理ですがかなり美味しかったです。あの、日本酒買ったんでお魚食べたいなと思ったんですが、大葉で包んだり薬味を効かせるとさらに日本酒に合いました。いや、お酒とめちゃくちゃ合います。いや、どうしよう。次にリロシのレシピいきましょう。その名もトントロピーマン。まずトントロ食べやすいサイズに切って火にかけます。その間にピーマンはヘタと種を取り除いて縦半分にカットします。あまりの寒さに温度計見てびっくりしました。寒いわけです。やば、3度、2度、3度、寒いよ。めちゃくちゃ寒いもん。やばい、ダメかも。これヒートテック持ってくればよかった。あまりの寒さにビビっていますが、ポリに塩をかけていきます。リロシといえばマキシマムですが、この日は持ってこなかったので今度はマキシマムでもやってみたいと思います。トントロ両面焼いたらピーマンと一緒に決めていきます。この料理と呼んでいいのか分かりませんが、油が飛び散って洗い物が大変になってしまうトントロも、このようにホットサンドメーカーを使って抑え込んでしまえば後片付けはかなり楽ちんでした。ジューシーなトントロをシャキシャキのピーマンが受け止めてくれて、これいくらでもいけちゃいます。いや、本当に美味しかったです。時刻は8時30分、気温は 2.2 度。一気に冷え込んできました。早く食べないと油固まってしまいます。暖房器具を持ってきていないので、焚き火とお酒の力がないと夜を乗り越えられなそうです。さて、次のメニューもリロシのレシピから。まさにこちら頭の悪い料理の代表作、ベーコンのトロトロチーズ焼き。ホットサンドメーカーに砂糖を振ったらベーコンを敷き詰め、その上にピザ用のチーズをどっさり、さらにスライスチーズ、ほりに塩をかけ、またその上からピザ用のチーズどっさり、その上に砂糖もかけます。カロリー的にも栄養的にもやばい。子供には食べさせられません。焚き火で溶けたチーズにベーコンが沈んだ悪魔の料理です。さて、仕上がりはどうでしょうか。いつの間にか気温は0度。いや、めちゃくちゃ寒かったです。しかしこちらはほっかほかのトロトロ。この時間にこれ食べる40代、やばいですね。タバスコをかけて悪魔感マシマシでいただきます。かなり暴飲暴食のソロキャンプ、さすがに白米はいけませんでした。これを平らげて日本酒も飲み切ったので、そろそろ寝ようと思います。昨夜は氷点下まで気温が落ち込みました。霜柱が立つ朝の高原、空気は凛としていてとっても気持ちがいいです。眠れないかなと思うくらい寒かったので、しっかりと
酔っ払っておいてよかったです。珍しく朝はのんびり、起床時間は7時近く。乾燥撤収できそうな太陽が空に浮かんでいます。まず結露で濡れた幕台乾燥させるため窓を開けてメッシュにします。この結露、毎回バルライトを使うたんびに悩まされています。昨夜炊いただけになっていたご飯、水蒸気レンジシステムで温め直します。食欲は正直あまりないんですが、ま、ご飯どうしたらいいか分からず、とりあえず火にかけてみました。ま、時間があったら朝ご飯食べようかなと思います。この日使った焚き火台はフューチャーホックスのヤグラ。これは専用の遮熱プレート。これ買ってまだ数回しか使ってないんですが、もう塗装は剥がれてだいぶボロボロになってしまいました。正直フューチャーホックスのギアいくつか使っているんですが、あまり相性よくありません。ただこのメッシュの火床、穴が開いてしまったのはさすがに使いすぎが原因。ヤグラの解体を行います。設営も撤収もなかなか手間なんですが、慣れてきたおかげもあってか、これ自体は結構楽しく行えています。廃捨て場は場内にいくつかドラム缶が配置されていて、片付けができるようになっていたので楽ちんでした。初めて訪れた駒出池キャンプ場、とても人気なのもうなずける最高のロケーションでした。池だけではなく、日本一とも言われる白樺の林もとても美しく、前を見ても後ろを見てもどこも絵になる素敵なところでした。場内にはアスレチックやトランポリンもあったんです。いつか子供たちも連れてきてあげたいなと思いました。実は前編動画を見ると、キャンプ場到着時、またテント設営時、小雨降っていたんです。山の天気は変わりやすいということで、ここから土砂降りにでもなったらどうしようかなと思っていたんですが、2日間通して天候には恵まれて最高のキャンプができました。時間にまだ余裕あったので、レトルトカレーも加えて温め直します。ただ時間には余裕あってもお腹にちょっと余裕がありません。お迎えの際とご挨拶させていただいたんですが、ご夫婦だったのかな、お二人でいらっしゃっていて、とても素敵な方でした。気温をかなりチェックしていたということで、薪ストーブ持ってきて正解だったとおっしゃっていました。いや、正直羨ましくなるぐらい快適そうでした。さてテントの撤収です。太陽のおかげで結露含めてしっかりと乾燥することができました。バルライト初めてソロで使ってみましたが、サイズ感的にもこれからもソロで活躍してもらおうかなと思いました。やはり水辺に立つ感じ、めっちゃ絵になりますよね。ペットボトル、空き缶、瓶、ガラス、なるほど。ゴミは可燃ゴミだけは出せる時間が決まっていましたが、それ以外のゴミは分別さえしっかりすれば24時間出すことができました。ゴミが減ったこと、また薪が減ったこともあって、だいぶ荷物少なくなりました。おかげで1回で全て運ぶことができそうです。まあ確かにバックパック持って両手パンパンで不格好ではありますが、普段子供たちとキャンプする時と比べたらだいぶ軽量でだいぶ楽ちんです。いかがでしたでしょうか。人生2回目のソロキャンプ、とても充実した楽しいものとなりました。このように車が横付けできない場所でも、子供なしで僕一人だけだったらどんどん行けるような気がしています。神々さんを追いかけて聖地巡礼していますが、自分でもいろいろ調べてまだ見ぬキャンプ場を開拓していけたらなと思っておりますので、もしおすすめがあればコメント欄で教えてください。チェックアウトをしてキャンプ場を後にします。カレーは食べたのかという疑問あるかもしれませんが、やはり食べられなくてクーラーボックスに入れて持ち帰ることにしました。ソロを始めて2回とも食材の量でミスっています。これかなり反省していますので、次こそはちょうどいい量を持っていけるように頑張りたいと思います。
東京に戻ってきて荷下ろしした後、カレー温め直してこちらで食べました。ちょっとレアな僕の秘密基地をご覧いただきますね。ここにギアをたくさん収納しているんですが、キャンプから戻ってきたばかりなのでちょっとごちゃごちゃ汚くてすみません。カレーを温め直しながら早速動画データをパソコンに移していきます。多分キャンプ系 YouTuber 皆さんそうだと思うんですが、帰ってきてすぐできれば編集始めたいと思っていると思います。僕もそうです。次の動画は久しぶりに子供たちとのチチトコキャンプになります。ファミキャン限定の夏祭り先取りイベントを参加させてもらいました。その様子ちょろっとだけエンディングに入れさせていただきますので、また次の動画でお会いできたら嬉しく思います。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。チチトコキャンプのチチソロキャンプ、ヤマケンでした。さよなら。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。